はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はパワープロ2018栄冠年の続きをプレイしていきたいと思います。今は地方大会、まあ関東大会的な位置づけだと思うんですけど、そちらの方で1回戦を突破したというところになりますので、今回はねその2回戦目になります。緑マスに止まって一旦体力の回復をしてもらいましょう。まあ、なんといってもね、ここはしっかりとグラウンドレベルを上げていきたいので、どうしようかな。ミート一人の弾道を上げとく。いや、お金が足りないんじゃないの。足りる、いや足りるね。機材交換券にするか、どうしようかな。いや、ここはでもな、メンテナンスキットとかも欲しいけどね。まあそもそも持ってないからね。野球道具、まあこれは一選手に対してだよね。機材じゃないもんね。やっぱ機材が欲しいんで、まあ選手の底上げっていう意味ではやっぱりグラウンドレベルを上げるのが一番ですからね。じゃあ、1000円のものからやっていきますか。 T、 あとはダンベルの交換券も使う。まあここは上から順にやっていくといいかな。1000円のやつをまず普通に使っていきましょう。でもうお金がないのでやめて、お、チューブ交換券が来たね、今言っていたら。早速使っていきましょう。そうか、チューブ使っちゃったばっかだけど、まあさらに3上がるんだったらいいでしょうというとこですね。さあこれでじゃあ張り切っていきましょう。まあ、柴崎だな、ここは。もう柴崎頼みのチームになりつつありますからね。まあ、この柴崎はあえてこのまま1番に置いておいて、3番の打てるピッチャー山谷。このあたりからね、クリーンナップで点を返してもらいましょう。基本方針は、打って走るというところで、守りはあまり意識したチームになっていないので、打ち勝つ野球ですよね。さあまずは柴崎。柴崎の調子がね、ちょっと前回の試合は微妙だったんですが、今回はどうかな。まずは、おお、いいね。いきなりこの距離でエラーしてくれると楽だわ。まあ、ちょっとね、残念ながら先制点は許しましたけど。これは抜ける？抜けないね。うまいな。セカンドの松尾くん、うまいね。成田くんだったかな。さてここはノーアウトランナー二塁一塁。確実に点が欲しいんでパワーを上げて、藤野は打てるキャッチャーですからね、引っ張りましょう。スローボール？あー、しまった。ちょっと間に合わなかったね。お祭り男は今使うタイミングじゃないのでやめましょう。流し打ち。これはどう？一塁はセーフ。で、7番の角田くんか。どうしも惜しい。よし、同点タイムリー。一旦同点に追いついたら、もうここから一気に試合を決めたいんですが、下位打線なので、ここは無理に行かずに行きたいけど、いや、どうこれ、大きい当たりだけど、抜ける、よし。
これで2点リードに変わりましたね。いやー、根岸いいバッティングしてくれたな。これ石森がつなげると一気にまた柴崎に打順が回ってくるんで、大量得点につながる可能性があるんですが、追い込まれてますね。どう？ここは菅沼くんかな、ショート綺麗にさばかれちゃいましたが、で柴崎、最近ちょっと柴崎の調子が良くないんだよな。ここもちょっとあっさり追い込まれちゃいましたね。これはセカンドの頭を抜ける。いいね、柴崎もここでヒットを打ってくれればで、打てるピッチャー山谷、ここは引っ張りでいこう。山谷はね、確かパワーも D とかあったと思うんで、当たれば入るぞ。いい当たりですね。いや、これでも本当にあれだな、この大会も優勝するなんてことになると、いきなり甲子園出場も見えてくるな。まだノーアウトランナー二塁一塁ですからね。フルカウントからボテボテだけど、これはゲッツーはないね。さあ藤野だな、ここはスクイズはないでしょう。このポイントだとどう？頭上を超える。いやー、ズバリ当たるね本当に。まあ、強いて言うなら二塁ランナーだけじゃなくて一塁ランナーも帰ってきてほしかったなというところですけどね。これは犠牲フライどころか普通にツーベースになる。さあ、イケイケの時に点取れるだけ取りましょうと見せてスクイズ。よし、この手堅い野球もね、タイスキー監督の野球なんですよまあ自分で言うなっていう話なんですけど、いや、これはもう相手のピッチャーメンタルボロボロだな。こういう時に容赦なく打ちましょう。前々回かそのさらに前かちょっと忘れちゃいましたけど、うちのね、彼女持ちのウハウハの土肥くんがボロボロにされましたからね。さあ柴崎、ダメ押しのホームランにっていうわけにはいかないけど、でもこれもきっちりタイムリーになりましたね。まあ、これ柴崎も完全に復調だな。これも抜けるね。そして打てるピッチャー山谷に回ってくるな。これ山谷ノリノリになるんじゃないの、ここで打てば。ちょっとこれはボールが上がりすぎですね。まあ、ただこの回で試合を決めるような、これは足が遅い分ちょっと前をボールこぼした程度だとどうにもならないですね。
まあ、この回はちょっと点にはならなかったんですが、7点リードがあるのでね、この7点リードをしっかり守りましょう。まあ、どうしてもやっぱり自分のチーム、このエアアジア高校の二遊間信用してないんでね、あとセンター、奥山はここはちゃんと後ろにボールをそらしませんでしたね。最後は全力ストレートで空振り三振。ここもまだ慌てる場面じゃないんでね、山谷を信頼していきましょう。おっと、サードの強襲かな、これはエラーだね、エラーがつきましたね。なおランナーは二塁三塁か。7回ですよね、7回表。一旦伝令を使おう、守備の引き締めを図った上で低め中心でいきます。引き締め図った直後にこれか。ここはどうしてもね、山谷に投げ切ってもらわなきゃいけないので。よし、最後はカーブで空振り三振。これは強襲だけど、柴崎どう、足は柴崎、さあ4点差のままですね。ワンアウトランナーが一塁、まあ、うちのチームはゲッツーが狙えるようなね、いい守備はあまり期待できないので、どちらかというと本当にその打者に向き合っていくっていう感じになりますね。ここまでただ方針である打ち勝つ野球に関しては、まあ、ある意味実践はできているな感じかなとは思うんで、このままの方針でいきたいんですが、一発出れば同点というところまで来るとそうも言ってられないな。最後はポップフライですね。これはボテボテの当たりだけど大丈夫だよね。よし、そしたらピッチャーに経験を積ませたいのでピッチャーを変えていきます。炎上の土肥くん、せめてねプライベートは炎上しないでほしいなっていうところだけですけど、彼女と別れたとかってなるとメンタルがボロボロになりそうでね、そこだけ心配な土肥くんですが、これは抜けていくかな。まあ、まだね慌てる場面じゃないので信頼していきましょう。まあ、ワンアウトドロー、ワンアウト、よし、全力ストレートですね。で松尾くんのところでまたピッチャーを変えます。最後大抜き、大抜きはカーブが切れるんでね、カーブで仕留めてもらいましょう。ボテボテのなりだとうまくさばけばアウトだね。よし、大丈夫です。いや、ここまで順調に本当に推移してるな。14安打ですね。関東地区大会2回戦突破、春の甲子園出場決定的か、楽しみだな。
お、ヤマヤが超ノリノリになったな。まあ気持ちはわかるけどね、ノリノリになりたい気持ちは。いやこれいきなり春夏連覇できちゃうんじゃないのとかって調子乗ってるとね、甲子園の1回戦で手痛い敗戦とかっていうのもありますからね。まあ、決して強いチームではないと思うんですが、まあ、うまく噛み合ってるのかなっていうところですよね、今のところは。ドラフトに誰かかかるのかっていうと、ちょっとドラフトに誰かかかる気はしないけど、みんなミソットの社員になってくれればいいかなっていう感じだな。文化祭が近づいてきましたね。まあ、文化祭のイベントで何があったかっていうのもすっかり2016の栄冠だと忘れちゃったんで、新鮮な気持ちで見ていけるかなと思うんですが、ヤマヤが167キロまで来たか。そしたらヤマヤはちょっと請求を上げてもらおう。他のメンバーはそのままでいいかな。まあ、1年生エースの山谷がこのあと3年生になった時にね、こう東高投低の違うな打高投低かなのチームじゃないぞってなってれば一番いいんですけどね。この後しばらくイベントらしいイベントはないのかな？となるとしっかり練習で自力をつけてもらいたいな。お、合宿はもちろんするよ。で今度は試験が画面の右端に出てきたな。さあ誰を押すか。まあここはヤマヤだね。将来のドラフト1位候補として頑張ってもらいたいからな。で続いてはミートバッティングを行っておいて、練習効果アップの恩恵を受けましょう。でさらに練習効果アップの恩恵を受けたいけど、ここは素振りをしておいて体力の回復を優先しようかな。お、ちょうどよくダッシュが入ってきましたね、3マスの。まあ、こんだけね、その練習メニューの選択肢が増えてくると少し選べるマス目が増えてきていいですよね。これが弱小の4マスだとね、っていうことも多々あるかなと思うんですが、
じゃあここは4マスを何個か使う前に1マスを使おう。お、練習試合の申し込みがある。これは早速使おう。まあここは強豪校浦安水産と一戦交えよう。まあ、やっぱね、強豪校と一回戦いましょうよ。合宿もね、見据えてきましたからね。まあ、関東大会を優勝したチームですからね。その強豪校の浦安水産とはいえ引けを取らないいいカードになるんじゃないですか。なんといっても春の甲子園出場がほぼ確実視されてる高校ですよね、我々エアアジア高校は。ここはどうしようかな。まあ奥山かな、2年の奥山か角田、まあ奥山にしよう。そうか、でも負けちゃうと評判が下がる可能性もあるって考えると、あまりに強い高校と戦うっていうのはどうだったんだろうと今更ながら思うけど、もう後の祭りですね。よし、これは抜けるんじゃないか。抜けないな。さすが強豪校だね富山くん。違うね、セカンド誰だったんだろう。ショートはね、奥山くんだったと思う、うん、富山くんだったと思うんですけど。どう？ま、ヒットの数はね、打ってるんで、決して悪い流れじゃ、なまっちゃいましたけど、悪い流れじゃないかなと思うんですよね。うん、最後はストレートに空振り三振で4番の二見。ここもちょっとやられたな。ノーアウトランナー二塁一塁で点が1点も取れないとなると雰囲気はガラッと悪くなるけど、ここも富山白石くんだな、セカンドは。これ以上点差を離されずにね、くっついていきましょう。打たれた。これは一塁ランナーを返さないでおこう。しっかり1点で食い止めないとちょっと敗戦ムードが色濃くなってしまうので、そうならないようにここで食い止めましょう。いやー、食い止められないか。さすが強豪校だね。これは大丈夫だよね。よし、まあ、この回2点さらに献上しましたけど、まだまだ諦めるには早いんで。よし、二見が抑えてくれた。当たりが良かっただけにヒヤッとはしましたけど。打たれた。入るんじゃないか。持ってかれたか。さすが強豪校だな。ただ夏、いや春の甲子園までに
我々もこの強豪校と渡り合えるだけの力が必要だと思うんだけどな。柴崎はホームランですね。ヒットの数では負けてないんで、やっぱチャンスの局面でね、しっかり打点を取れるか、まあ要は得点につなげられるかっていうところの差だけだと思うんですよね。これも入るんじゃない？切れてっか。ちょっと惜しかったですね、今のあたりは。うん、いい当たりだ。フェンス直撃のツーベース。よしよし、本当に打ち負けてないね。打ち勝つ野球スタイルは全然生きてきてる感じはする。なのでここはもう 2,3 点取って8回9回につなげたいですよね。ゲッツーはやだよ。ゲッツーはこのいい雰囲気はゲッツーはや。よし、抜けた。これは強襲になるんじゃない？そうだね、強襲ヒットになってます。打ち勝つ野球。うん、これこそゲッツーになれ。ゲッツーになるね。まあ攻めた結果なんでしょうがないですね。ただ点を取った後、この裏ですよね、ここをしっかり0点に抑えないと8回9回の反撃につながっていかないんでっていう話をしているところで、三塁に進まれないようにしましょう。へばってるの？であれば盛り上げよう。盛り上げてもダメ。体力の限界か。しょうがないね。ここはピッチャーを変えてあげましょう。炎上経験のある土肥君。セカンド取れないか。強豪校の底力を見せられる追加の2点タイムリー。いやー、なかなかそう簡単には終わらせてくれないね。これは抑えられる？よし、犠牲フライで11点目。ネギシ、よし。この回にまた3点4点できれば5点6点ぐらい取らないと9回裏の奇跡につながらないので、もうここはね、積極的にこの回に大量得点を取りに行く、ビッグイニングするんだっていう攻めの野球を展開しましょう。ストレート、見逃し三振。超スローボールが打ちにくそうな感じだね、選手を見てると。これもキャッチャーフライかな。そうですね。で2番の諸星。もうここはこの裏の回に回ってこない可能性があるので、お祭り男を使っちゃいましょう。で土肥くんか。土肥くんのさ、バッターとしての能力大したことないんだよね。まあ、ただエラーに助けられた感じで1点は返しましたけど、
で4番の二見、まあ、打てるピッチャーのね山谷くんがマウンドから降りるとどうしても打線に1個穴が開いちゃうというのは仕方がないんだけど、ボテボテだな、これもしょうがないですね。さあ9回の裏、6点差をひっくり返しましょう。全力ストレート、110キロ台も全力ストレートだと空振りか。山谷君146キロのストレート持ってるからね、もうストレートには見慣れてると思うんですけどね、110キロだっても全力のストレートは打てないということなんだな。これは抜ける？抜けない。最後はゲッツーかなー。いやー強かったな、まあ、ただもう歯が立たないっていう戦いではなく決定打、最後のチャンスでのもう一本がなかったのかなというところかな。まあ、実際ねヒットの数では浦安水産よりも我々の方が勝ってますからね。はい、では時間が30分といいところになりましたので、今回はじゃあ一旦ここで終わりにしてですね、次回、まあ、合宿を経て春の甲子園大会に臨んでいきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。